眠いよ、もうさすがに午前3時だぜ、今なんでこんな時間に俺撮ってんの授業、まあ明日日曜だからないんだけどさ、ね、ないからといってこんな生活リズム崩れたらやばいって、マジで。はい、やりますよ、もちろんやりますけど、マジでこんな時間にしか撮れねえのやばい。はい、11マス。はい、はい。11マスで、もう目の前にみんなもう、急がないで、ガ。眠そう。八戸とか買わねえとらね、とりあえずね。この辺か。あー、この辺なんか、急行使って次買うか、みたいなこと言ってた気がするな。じゃあ狙ってみるか。急行ねえじゃねえかよ。ワンサイコロか。いや、それはさすがにな。特急シュー使おう。よいしょ。13、目的地入るよりか、こういうの買いたいけどね。いける？あー、いけないか。まあ、そりゃそうだわな。入った方がいいのかな？みんなどこ？緑がちょっと千葉にいるね。他はでもか、東北県内入ってるか。まあ、入るかじゃん。マジかよ！ 1234、12345、12、1234。まあ、わからねえか。ちょ、売り場か、八戸か、どっちか、行こうか。松山、四国だね。もう、うぜえ、ここの農林。クソが、マジで。やってくれるな。いや、黄色と赤が、まだ農林潰れてねえんだよ、確か。記憶が正しけりゃな。あー、これあれだな。こいつ、絶対ワープ駅狙ってやがるな、これ。絶対狙ってやがる。あー、どこ潰しにかかってくるんだよ。てか1000億貯まってんだったら桃太郎なんか買おうぜ、マジで。これ買ってないだろ、まだ多分俺。買おうぜ、そろそろ。収益が上がんねえじゃないと。ただ買いに行ける距離じゃねえ。この顔のど真ん中にニキビできちゃってさ、これどうしたらいいん、こういうのって。わかんないけど、ほとんどできたことないからわかんない、今までが。はいはい。あー、ちょっと待って、普通にでけえな。114億か。ねえねえ、ひどいな。みんなしてひどくない？ちょっとぐらい手伝おうよ。人が困ってんだからさ、頑張れ、モモトラマン。よし、ナイス。助かるよ、マジで。ありがとうね。売り場が2、12345、八戸は34だけですね。こっちか。まあ、いいけどさ。いいんだけどもさ。くっそー、なんとなく。あ、こいつ暇かよ。はい。いや、臨時収入も普通にありがたいんだよね。うん。ただね、今日眠い、やっぱ。明らかに撮れる状態じゃねえよ、これ。動画撮るテンションじゃない、俺が。めっちゃくちゃ眠い。限界を超えてるからさ、最初っから。うん、そう。そう。オレンジ持っとくべきだね。こっちで買おう。こっちで買ったら次、石巻、夜中あたりも出られる。ただ、ぶっ飛びとかないのかな。ぶっ飛び1枚持っといてもいいんだけど、急行系というか進行系の方にぶっ飛び入っちゃうじゃんか。それがなんとも やかましいというか、鬱陶しいというか、うざいというかね。まあテレポートあるからいいんだけどさ。ちょっと次の特急周補給までテレポートの補給もないから結構きついな。あ、くだらねえ真似しやがるわ。くだらねえ。佐久間ほんとくだらないことするな。それで借金か。楽しいな。まあでも目的地入ったらプラスになっちまうからな。したらまた農林買われちまうんだ。それがめんどくせえ。よいしょ、えい。あー、でも仙台か。まあまあならいいや。意外とこの辺買ってなかったのがね。うん、いやー、石巻だっけ、石巻
毎回石巻と石巻どっちだっけってなるんだよな。バカだから。いや、ぶっちゃけワンサイコロで行きたいところだけどな、中途半端なとこ。あー、まあいいや、急行使うか。いや、ワンサイコロで3、4が良かったんだけどね、本当はね。これちょっとそうは言ってらんないか。こいつの急ぎ方次第だな。あ、そんな急いでないな。場所替えか、面倒だな、聞いたな。しかもバキュームあるから、バチ当たりも効かねえな。いや、でも1手だったらいけるか。ワンサイコロちょっと振ってみていいか。1で、明らかに1出そうだけど、これ。でも3、4、5がセーフでしょ。あ、でもな、ちょっと書きかな。ただ7、9、9個使うか。3、4が理想。OK、いいだろ。ってことは、今のにプラス3。するから7が10になるわけだ。だから10と13だから、違う、10と12か、10と12だから、特急でいいや。次は特急にしよう。目的地入った時っていくらもらえるんだっけ。これ20何億ぐらいだとしたら、マイナス13億って普通にダメージでかくない、貧乏神で。よいしょ、お腹はちょっと今度だな。うん、まあこんなもんだろ。よし、いいね。いや、水戸を独占した。なんだかんだでいろいろ買ってる気がするんだけど、そうでもない。6か。せめて赤、いや、どこがいいんだろうな。新幹線か。多分、こっち佐久間だから次入るんだよな。って考えたら、赤がそこ、もう黄色と赤のとこまでテレポートするのありだな。そしたら付き合いもしやすそうだし。どうしようか。黄色、赤。もうお任せでもいいな、はっきり言って、これ。はっきり言ってお任せでもいいね。お任せにしてみよう、初めて。はい。どっかのやって黄色か。まあ、それでいいや、じゃあ。そこでうんちカードとか使われなければ大丈夫。ありえるんだよな、普通に。なかったわ、よかった。おお、出さねえ、珍しい。てめえ本当に佐久間か、おい。まあ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 、今のところ順調かな、わかんないけど。ただサムネがね、それは、うん、困ったねって感じ。よいしょ。あ、てか最近ね、私ね、ブリーチを見始めたの。友達が持ってきてくれたから、ブリーチで2日でとりあえず48巻まで読んだんだけど。読みすぎ、おめえ死ねよ。早急に変えないと。もうなんてめんどくさいことしてくれた、お前クソ野郎が。許さねえ、絶対絶対に許さねえ、おめえは。いや、不幸で増資。あ、次岡山泊まれたら買うか。この間な、38年目か。ああ、しょうもない、お前つまんねえことしやがってよ。あ、24億円か。24億なのか、目的地。ちょっと、最悪じゃん、目的地。最悪目的地だよ。独占してねえな。マジ？これ絶対行かないといけないやつじゃん、じゃあ。あー、最悪だわ、それは。それ最悪だわ。沖縄か、わざわざ。リニアとかあれば話別なんだけどな。しょうがない。はい。よいしょ。あー、もう行きたくないよ。沖縄は行きたくない。お、帰ろ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 。貧民魚以外、貧民魚だったら、もう以外だったら何でもいいよ、もう最悪。ビシ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 シーラカンス、ナイス。 40% これはでかい。 40% はでかい。あざす。よくシーラカンスにしてくれた。てめえ何してんだよ、重なってんじゃねえよ、薄野のバカが。すげえ、 40%。なんか大阪の物件ってこう見るとめちゃめちゃ強いね。ほんとね。40%、50% って。いや、シーラカンスか。何気ビッシーより珍しかったりして。そんなことないか。ただシーラカンス生きてる姿に水族館に搬送されるってなかなか多分ないよね、普通に。わかんないけど。てか、923億円って。これスラレでもしたら終わりだぞ、俺。勘弁してくれよ。手に入んじゃねえぞ。よいしょ。 5% になるんだ。 4% じゃないんだね。44億4000万。すげえ中途半端。
元の物件の値段も意味わかんねえもんな、222億って。なんか、中途半端だよね。くそ、あの緑な。佐久間と目的地勝負勝てる気しないもんだって。ああ。死ねば？最寄り持ちか。最寄り持ちかよ。はぁ、あ。買われるな。まあ、これは買われるね。すぐ潰さねえとな。まあ、これもより持ってたらまあ強えな。これもより持たれちゃ無理だよね、ハワイとかああいうのって。いやでもシーラカンスの 40% はでかいぞ普通に。逆向き向かうことになったから桃太郎ランド買えるな。それこそ1625か。あ、てか沖縄買っても収益そんぐらい、そんなもんなんだね。1億600万ぐらいなんだ。へぇ、ウルージの懸賞金とあんま変わんないね。あいつ1億800万だったもんね、確かね。まあでも2位になっちゃったな、あいつが。ああ、いけないんだ。ただ1位と2位のさ、1兆1520億あんのおかしいよね、普通に。てか38年で1兆超えんのか。割と普通に、あれだね、いい感じだね、わかんないけどね。もうちょっと大差で勝ちたかったけど。